これがいわゆるシングルクラッチってやつね。いやー、ついに LFA を乗ってます、まあ、この車は世界限定500台3500万ぐらいで売られますけども、まあ、4.8 リッター V10、単純にこうパワーだけで考えると今もう6リッター以上のこのスーパースポーツが あります。特にメルセデスの SLC は6.3 リッターの AMG の V8 で600馬力以上出してますから、まあ、単純にパワーだけだったらこれより速いんですけども、まあ、なんかこれはそういう速さとか、まあ、絶対的なパワーとかっていう数値では語ることができない、いわゆるこうトヨタレクサスのこだわりがありますね。カーボンボディなので非常にこうしっかりした、車ですね。いやー、やっぱいいね。まあ、でもね、やっぱレクサスだから車壊れないし品質がいいなっていうイメージがあるから3500万出してもなんか安心して乗ることができますよね。まあ、アストンとかフェラーリもやっぱいいんだけど、いつか壊れたら嫌だなっていうのがあるから、まあ、メーカー保証が効く3年ぐらいまではいいんでしょうけど、まあ、それが過ぎたら、まあ、ちょっとこうヒヤヒヤして乗ることになりますけど、まあ、トヨタだったらもう本当に10年ぐらい品質保証してくれてるのと同じような感覚で付き合えるし、まあ、カーボンボディなのでボディがこうやれたり、まあ、腐食したりすることは一切ないですね。